皆さん、こんにちは。ジャイロスフィアデポまで上がってきました。5529。まずはフランキア系とからやっていきますが、さあ、なんとなくですね、このアリーナにですね、とどまりそうな雰囲気になってきたんですけど、ちょっと嫌ですね。みんな強いからね。もうちょっと下の方にいたいんですけどね。さあ、やっていきましょうか。組み合わせですね。何が出るかによって、かなりね、まだね、やっぱりね、全部が強いスタメンじゃないので、どうでしょう。これ悩むな。これ悩むけど、トリオさんからでしょうかね。トリオさんで、アルデンテスきますか。もうここは削るだけ削っていき、うわ、1万だよ、1万。すげえな。1万か。これは、もうやるだけやりましょう。怒涛かませますけど、1万か。すげえな。これ1回で倒されちゃう？もしかして。ギリ耐えた？ここはもう削るだけ削っていきましょう。交代だけしないでね。頼むから。しかし、1万ってすげえな。1万か。ここはね、本当はスピード落とせるものがあればね、良かったんですけど、スピードじゃないや、継続ダメージがあれば良かったんですけど、もうここは、もう打つだけ打っていきましょう。向こう多分スピード落としてくるので、そうですね、スピード落としてきて、次狙ってくるんでしょうね。なので、ここは、もう、打つだけ打っちゃいます。向こうはね、多分、クリティカル出ろ。よし。クリティカル出てくれなければ厳しかったけど、いや、よく1万のを崩してきました。